そのナバラ王を逮捕して、で幽閉してしまったと、こういう事件が起こります。というのはですね、やはりこのナバラ王シャルル、裏ではどうもエドワード3世とですね結んで、で自分こそはフランス王になる、そのための準備をもう着々と進めたということだったんですよ。でそれが明らかになったということで、まあ、ジャン2世としてはですね、ここでなんとかナバラ王のどんどんとこうプレッシャーをねかけてくるのをなんとかしておかないと、この後大変なことになるということを思ったと。でここでナバラ王を逮捕してですね、いよいよ宿敵との戦いに備えるということになっていくわけなんですね。でその宿敵とは誰かといえば、やはり因縁のこのエドワード3世との戦いであるということなんです。そして1356年、こちらが本日のメインディッシュということになりますね。ポワティエの戦いに移ってまいります。このポワティエの戦いもね、すごいめっちゃくちゃ面白いんですよね。前回のクレシーの戦いもですね、相当しびれましたよね。このロングボウ対クロスボウの戦いとか、この騎馬戦をどう戦うかとかですね、まあ、見どころ満載だったんですけども、まあ、今回のポワティエの戦いもすごい面白いと。で結論から言ってしまいますと、今回もなんと負けてしまいます。フランス軍は一生懸命このジャン2世ですね、このクレシーの戦いに負けたのが悔しいということで、このシャルル・デスパーニョを迎えて、あるいはエトワール騎士団なんか作って、で統制をしっかりと軍も鍛えてきたはずだったけども、負けてしまうんですね。しかもこれフランス軍はですね、今回30,000、向こうはイングランド勢は60,000ということですから、前回よりもその比率的にはこちらの方が数としては有利だったという中で負けてしまうわけなんですね。さあこれがどういうふうに進んでいったかということなんですが、まずですね、ポワティエの戦いは、まあ、この辺りですね、このマークの、まあ、パリとボルドーの間あたり でこの時はですね、まあ、エドワード3世が実はこのスコットランドでの、まあ、方にですね手を焼いていたため、フランスの戦いには出てこなかったんです。その代わりにエドワード3世の息子に国大使エドワードっていう人がいました。でこの息子との戦いだったんです。でこの息子がですね、まあ、こちらのエドワード勢ね、エドワード勢はイングランドと、またボルドーを中心としたこちらの方から、こちらの方に領主、領土を持っていましたから、でこちらの方からこうパリの方に上がっていったと。でそのあたりで、このジャン2世の軍勢とですね、ガチンコの戦いになった。その場所がポワティエだったんですね。でポワティエの戦いをですね、簡単に図式化するとですね、今回はこういう形になります。で周りこう森になっているところをですね、青がイギリス、イングランド勢ですね、で赤がフランス勢ということになります。でこういう配置になってですね、これ上の方に行くと、まあ、ポワティエに通じるということ、こっちが北側でこっちが南側ということになってですね、こちらの赤の方がフランス勢で、ここにはですね、騎兵隊、まあ、王太子シャルル、ね、ジャン2世の主人公の今回の息子、王太子シャルルも来てたと。で、ジャン2世はね、後ろの方に構えるわけなんですね。今回はですね、前回のこのクレシーの戦いと違って、フランスも学びましたと。ね、もう、イギリスのやり方はちょっと分かりますよ、なんていうね、感じではいたと思うんですよ。ところが、まずですね、イギリスのじゃあ何が前回強かったのかということを分析した時にですね、やはり私たちはこの騎馬っていうものにこだわりすぎてたと。騎馬戦というものに、で中世といえば、まあ、前回もありました、この中世といえばもう騎士道ですみたいなんですね。今回の両王だって騎士らしいってね、そこが評価されてるんでしょうと。そこにでもこだわりすぎてた。もう騎士といえば馬に乗って戦う、もうこれの常識を捨て去ったのがもうこのイギリス軍のすごさだと。自分たちはもう馬を降りて、で直接弓を放ったり
でその混乱に乗じて機動性をね駆使して自分の足でこうとどめを刺すと、まあ、こういう連携プレーがすごい見事でしたと。じゃあ今回はですね、ここはフランス軍も馬を降りましょうと、こういうことになったんですね。馬を降りて、でもうあらかじめ指揮系統をしっかりしときますよ。もう前回はいろんなこう寄せ集め軍と言われても仕方なかったけど、今回ばかりはもうしっかり鍛えてますから、馬を降りて戦いますよっていう、そこにはしっかりねフォーカスしてたんですけども、ただ忘れていたのはですね、イギリス軍の何が強かったかといえば馬を降りたことではなかったわけです。で本当に強かったその確信はですね、このロングボウがやはりめちゃくちゃ強かったんですね。ロングボウがそれがすごすぎてですね、フランス軍がもうそれに抗う術を失っていたということだったんですけども、今回もですね、このロングボウがもう火を吹くわけなんです。イギリスのもうどっちかっていうとですね、このイギリスの軍はですね、ポワティエの戦いは、まあ、避けたかったというか、こうパリに北上していったんですけども、で別の軍隊はこう北から来たんですけども、ちょっと中でですね、やはりフランス勢の、まあ、追い打ちといいますか、まあ、そこで撃退にあってですね、どっちかっていうと撤退気味だったんですよね、こちらのエドワード国大使の方は。で猛追してくるのがこのフランス勢だったんですよ。なのでもう数も少ないしという中で、まあこのロングボウをじゃあもうやるしかないということで、いよいよこう陣取ってですね、ロングボウでまた攻撃をどんどんし始めるわけなんですけど、またそれが威力がすごいと。でまた弾幕のようにですね、シャー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 やり始めると。でもう前列はですね、まあこれ主にですね、フランスの軍はこの第1列と第2列とで第3列とまであったんですね。で第1列は王太子シャルルが率いていたと。で第2列はですね、このジャン2世主人公の弟が主に率いていたと。で第3列が、まあ、最後のね軍隊でジャン2世が率いていたと、まあ、ざっくり言うとこういう感じなんですけども、最初の王太子シャルルが率いていたこの軍はですね、割とも早々に撃退されてしまうんですね、ロングボウで。でやられてしまって、あーと、今回もそういうことかみたいなね、もう弓かいってことですよね、騎馬じゃないんかいと。で馬降りてゴン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 とこう向かってきても、シャン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 こう弓をですね、やはり向けられて、やっぱ弓だったのかと。でそれでもこう諦めずにですね、フランス軍はまだ突撃してくるわけなんですよ。で第2列もこれはどうもやられそうだと。ただですね、このジャン2世こう3列までもう突っ込んでいくといった中で、そうするとですね、このイギリスの軍はですね、いかに言っても今回ばかりは数が少なすぎると。なんといってもこう6000しかいない。でそのうちの長球隊が3000で、で騎馬兵が3000だということでですね、長球隊もそうは言ってもこう崩れ始めると。でややこのフランス軍が押し気味になってきたかなというですね、まあ、そういう一面もあったんですが、そこで起点を聞かせたのがこの国大使エドワードだったんですね。国大使エドワードがこのままだとちょっとなんか形勢が悪いかなっていうね、こちらも全部こう万全の状態でやってるわけじゃないんだと、これはあの方向で作戦を変えようってことですね、ひらめいた。でそれどうやって作戦を実行したかということがですね、この騎兵隊今度は逆に馬に乗るっていうですねことなんですよ。で馬に乗らない人たちと馬に乗らない人たちが今ガチンコでこうやり合ってると。ロングボウもだいぶやられてきてですね、そこにこの騎馬隊をこう横から突き刺すということだったんですね。この馬に乗った人たちを、まあ、配置してでこのフランス軍の側面を一気に崩そうということで、ヒヒンとやってやれということでブーっていったらですね、もう万事休すだったのがフランス勢だったんですね。ここでフランス勢はもうガタガタの総崩れになりまして、結果的にはこれはもうイングランドの勝ち、大勝ちということになります。でこの戦いがポワティエの戦いということでですね、
なんと、まあ、ジャン2世はですね、これ捕虜にされてしまうんですよね。で、前回のクレシーの戦いはですね、まあ、フィリップ6世が逃げたっていうこともありますし、まだその後こう白黒はっきりしてなかったんですけども、このポアティエの戦いはしっかりジャン2世がですね、もう捕虜に取られちゃって、でこの当時はですね、まあ、捕虜を取るっていうのが、まあ、戦いのスタイルなんですね。トップを取って、で、まあ、軍の将軍とかを取ってですね、それを一種の戦利品みたいな形で、で、身代金を要求して、まあ、自分たちのお金に変えていくっていうスタイルだったんですよ、この当時の戦いは。でもういでたちがですね、ジャン2世はですね、明らかにこれ王様だと、で我も我もということでですね、ジャン2世を捕虜にしたい捕虜にしたいっていうですね、このイングランド勢の猛者たちが近寄ってくる中で、まあ、こういう逸話もあるんですよ。ジャン2世はですね、ちょっとこうお気楽なところもあったんですね。まあ、自分ではこう威風堂々としていてですね、まあ、騎士っぽいところもあったけど、ちょっと気楽な面もあってですね、で自分をこう捕虜にしようとしてくる輩を見て、いや君たちそんなにね、まあまあ慌てるなと、喧嘩はやめたまえとか言って言い始めてですね、まあ、自分はもう君たち全員を裕福にできる、そういうお金を持っているんだからみたいなことをですね、この後に及んでも言っていたなんていう話もあるくらい、まあ、そういうジャン2世であったんですけども、このついに捕虜になってですね、しまいにはこのロンドンへ連れてかれていってしまうんですね。でロンドンでの生活が始まるんですが、ただここでもですね、そのお気楽さというか変わらないと、まあなんかですね、この当時はもう捕虜になるっていうとですね、まあ今でいう感覚とはこう全然違って、このまあお呼ばれされてる感じ、もうお呼ばれされていて、まあ、そこでまあ君たち、ね、まあ、自分のことをこうなんかもてなしてくれよみたいな、まあ、そういう感じだったらしいんですよ。で向こうのロンドンに行ってもですね、こう狩猟とかはやってるし、もう全然どっかにこう軟禁状態になってないですよね。狩猟とかやって、まあ、ウサギとかシカとか追ってたんでしょうね。で舞踏会にも参加する、まあ、そういう捕虜でいたと、まあ、いい身分ではいたということだったんですね。さあ、そうしている間にこのジャン2世はこのロンドンに行ってしまったけども、国内は大荒れだったんですよね。フランス国内はこのポアティエの戦いもう前後でですね、大荒れしてくるわけです。でこのフランスでですね、誰が困っていたかというと、まずは国民が困ってたわけなんです。で国民の特にですね、この兵士たちの横暴によって困った人たちが多かったっていうことだったんですね。で当時のフランスの軍隊っていうものはどういうふうに組織されていたかっていうことなんですけども、ちょっとこの前まではですね、宝剣軍といって、まあいわばゴーンと宝庫っていう言葉ありますよね。で自分の家臣がですね、この主領主たちのためにこう戦って、で戦った成果として、まあ、土地とかをもらったりすると。で、その考えがね、このフランスのベースにはあるわけなんですけども、ただそれだとですね、各地域しか、自分たちのところしか基本的にはこう領主たちは守りたくないわけなんです。でもこれはもう国の戦いになってきてますから、もうそういうのをこうどうにかしなければいけないというふうになってきた中で、まあフランス軍はですね、徐々にこの自分たちのために働いてくれる軍隊にはお金を出しましょうということになってくるんですね。でお金を出しましょうと、これ有給の方向になってくるんですけども、お金を出しましょうということになるとですね、もうそれを目当てにこう集まってくる人たちがいると。でそこで編成されるのが傭兵隊、ね、傭兵制なんですけども、傭兵制のですね、何がいかんかというとですね、この戦いがあるときはこうお金が出るんですよ。ただ戦いがないとき、ね、常にこういう大きな戦いが頻繁に各地であれば、もう常にそれで生活はできるということになりますけども、そうじゃないと、お金がない時はですね、こう荒廃したところ、戦争で荒廃したその周辺でですね、こう略奪したりこう悪いことをしてですね、でこのフランスの国土をですね、どんどんとこう疲弊させていってしまうんですね。でそういう中で、まあ、ちょっとこのフランスの傭兵戦を何とかしなきゃいけんなと、だいぶ荒廃してきたなと、こういうことになってきてしまうわけなんです。ともう一つはですね、この王太子シャルル困りますよね。親父があれやばいと、
ロンドンの方に連れてかれてしまったぞということでですね、この王太子シャルルが全国三部会を招集します。で、三部会ってまず何か、まあなんかこう聞いたことあるなっていう感じだと思うんですけども、三部会っていうのはですね、時のカペーチョの時ですね、1302年にフィリップ4世が開いたと。三部っていうのはですね、まあ、聖職者とで貴族と平民のその代表者の会議、まあ、国会みたいなね、議会みたいな、そういう形ですよ。議会の原型というか。で、これがですね、どういう機能を果たしていたかというとですね、まあ、この戦争をやるたびにそういうことでこの国には金がかかるんですよね。で、このお金がかかるんで、その臨時課税取りますよと。で、それを承認してくれますよねというね、このまず名目としてそういうのがある。実際にこの三部会が開かれた当初はですね、まあ王様がそう言うんだったらいいしょみたいな、まああんまりこう異議を挟む人がいなかったんですけども、この頃になるとですね、三部会の中でもこうなんていうんですか、自意識がこう芽生え始めてですね、意見をこう言ってくる人がいたと。で、中にはどんどん強硬な意見を言う人が現れてきてですね、それがまあ今回のこちらのエティエンヌ・マルセル、これ立場的に言うとですね、今のこの、まあ、パリ市長みたいな、そういうような人だったんですよ。エティエンヌ・マルセルがですね、かなり強硬なことを言い出してですね、いやーちょっとね、王族全然ダメじゃないみたいな形でね、もうクレシーの戦い、その前のスロイスの海戦もクレシーの戦いもポアティエの戦いも全部負けてるじゃん、あんたたちにこれ任せたらもう国終わっちゃう、潰れちゃうんじゃないと。もうなんか真っ当なというか最もな意見ですよね。じゃあもうこれからはね、まあ王族はもう名目に置いときますみたいな、そういうことを言い始めるんですよ。もう王国をもう改造しなきゃいけないと。で、実際にどれだけお金を使うかとか、まあそういうことはもう議会で三部会で決めるから、そういう方向でいいですねというですね、そういう方向性でシャルルに申し立てをしてくるわけなんです。で、それがどんどんと強まってですね、翌年にはこの三部会が開かれた翌年にはですね、まあちょっとシャルルもですね、それどうなのと思いつつも、まあ、署名してしまうわけなんですよ。で、ただこの辺からですね、シャルルはきっと、あ、これはここの三部会では自分の力を、まあ、自分の思いを通すことはできないと思ったのか、ちょっとまたね、違うところで活動し始めるわけなんですよ。シャルルっていう人はですね、すごく賢い人だった。この今日の主人公の息子、王太子シャルル。後に剣王、賢い王という言われる人なんですけども、その才覚がですね、この辺から出てくるわけなんですよ。どうも今回開いた全国三部会、パリの全国三部会じゃダメだと。で、周りでもそういう三部会開き始めてですね、あのパリの三部会じゃとんでもないと、あ、偽物だとかってね、そういう活動し始めるんですね。で、エティエンヌ・マルセルとですね、なんとあのナバラ王シャルル、一時はこのジャン2世によって幽閉されてたんですけども、それが今幽閉の身を解かれてですね、また野に放たれたと。で、エティエンヌ・マルセルとナバラ王シャルルがどうもこうタッグを組んで、で、ナバラ王シャルルまたこの後に及んでですね、ああよくば自分がこの混乱に乗じてフランス王になれるんじゃないか、そういうことをなんかこう活動し始めたということでですね、シャルルはこのパリを包囲してしまうんですね。パリの包囲を始めると。で、エティエンヌ・マルセルはそういうパリを包囲される中で民衆から殺されてしまうと。で、その殺されたのに乗じて、まあ、ナバラオ・シャルもですね、また脱走してしまうと、まあ、こういうことになってくるわけなんですね。まあ、そうして、王太子シャルルがですね、この難局を乗り切り、なんとか国の中ではですね、まあ、独自にその軍資金とかもね、調達できそうだと、各地回ったりして独自に調達できそうだということで、国内をなんとか平定しようとする動きが出てきたんですね。で、もう一つ、まあ、なんといってもですね、このイングランドとの関係どうなのよと、ポアティエの戦いで大きく負けたぞというところで、このケリをどうつけるかということなんですけど、これをですね、1360年にですね、条約を結んでいます。で、これがですね、ポアティエの戦後処理なんですけど、その ポアティエの戦いの戦後処理なんですけども、どういう内容になっているかというとですね、まあ、ここのすごいやり取りあったんですね、イングランド側と、
まあ、やり取りがあって、イングランド側がいやもっとね、それじゃダメだとか言って、もっと大きい人質とかお金とか土地とかよこせということを言ったんですけども、まあ、そこはいろいろな駆け引きがあった中で、最終的にはまあ、領地の割譲と、まあ、お金を渡さなきゃいけないと。で、領地はどういう形になったかというとですね、まあ、このボルドー周辺ですね、これがもっとこう大きく、今こうして青に囲まれているあたり、こうもっと大きくバリッとこうフランス側から獲得するようになったと。で、領地を割譲するようになったと。もう一つは莫大な身代金、誰の身代金かといえば、このジャン2世の身代金なんですね。ジャン2世の身代金がなんとですね、当時の国家予算の2倍程度だったと。ね、大変な、まあ、国王も人質に取られてたら、まあ、それはもうしょうがないということなんですよね。で、これでなんとか手を打ってですね、ジャン2世が帰還してくる、そういう運びになるわけなんです。ただその後もですね、この莫大な身代金がですね、フランス国内に重くのしかかるんですよね。1362年にですね、教皇がもう一回こう十字軍やるぞっていうことを宣言します。数年後に、十字軍やるからしっかり準備しとけと。ついてはその総大将はジャン2世ですということになるんですよね。ジャン2世からするとですね、まあ、囚われの身だったけど、おっしゃーと、ここでまた十字軍の総大将になって地中海に行って、東に地中海をこう渡って、異民族を蹴散らして聖地エルサレムを奪還するぞみたいなですね、まあ、そういうこう思いあったかもしれないが、忘れてはならないのが、そこもお金かかりますよっていうことですよね。もう遠征には莫大なお金がかかるけど、そこちゃんと工面してんのか、まだ全然身代金払えてないだろうという、まあ、そんなような状況の中で、1364年に、まあ、なんとですね、まあ、ジャン2世の、まあ、これはまた珍事件なんですけども、面白いですよね。ロンドンに再投稿しちゃうんですね。というのはもう全くこのですね、身代金が払えてなかったんですよ当時。もうただでさえ疲弊していて、フランスがイングランドにですね、払うお金がないということで、もう人質が取られちゃう、まあ、それが自分の息子がですね、まず人質に取られちゃっていたんですよ。人質に取られていてしまったと。で、その人質が一時解放されたことがあってですね、そのまんま自分の息子はもうやだーってこう逃げちゃうわけなんですね。で、いや、おい、代わりにじゃあちょっと誰か人質くれないとまた大変なことになりますよみたいな話になった時に、じゃあ僕行きますみたいな、 なぜかこのジャン2世ね、ちょっとお気楽なところもある、ロンドンの生活良かったのかね、はい僕行きますとか言ってね、なぜかこう進んでロンドンに再投稿をして、でそのままロンドンで亡くなるというですね、まあこういう数奇な、まあ、運命といいますか、人生を送ったジャン2世だったんですね。まあジャン2世、本日はですね、こうして騎士らしい一面を持ちながら、なんとかこのね、クレシーの戦いでの因縁を晴らしたいということでポワティの戦い戦ったけども、ダメだ、ちょっとお気楽な面があって、まあ、捕虜になったけど、まあ、そういう自意識もなく、最後もまたロンドンで没するというですね、そういう反省でしたが、ここから続いていくのが面白いと。このシャルルだったんですね、王太子シャルル。ここの全国三部会での立ち回りとかですね、この辺りからもう賢さっていうのがどんどん出てきて、後々にこのフランス勢をまた盛り返していく、どんどんともうね、取られちゃっていたんですよ。この時はこのボルドー周辺もそうですけども、カレーもねそうでした。こういうところまた盛り返していかなきゃいけないということ、これをやったのが次のシャルル5世ということになりますけども、これはまた次回ということにいたしまして、本日はここまでです。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではまた。